皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、田中将大セレクションというところはですね、野村さんが出るまで、引いていこうかなというふうに思っております。というわけで、まあ先ほどですね、もう本当直後、終わった直後に、動画してるんですけど、エージェント S ですね、累計終わらせてきて、ちょっと OB 契約書ですね、まあ結果から言うと、野村さん当たらなかったので、今回ですね、野村さん引くまでやっていこうかなというふうに思っております。でまあ最悪ですね、セレクションミキサーあるんで、5名ですね引くとですね、野村さんもらえるというところで、まあそこまでですね回していこうかなというふうには思っております。それでは早速スカウト行こうかなというふうには思います。はい、というわけで野村さんですね、マジでも本当にめちゃくちゃ欲しかったアーティストですね。もうホークス最後のアーティストですね。新規にこれからも出てくるかもしれないんですけど、現状ですね、既存のアーティストは最後というところで、まあ今年でアーティスト3人揃うっていう感じなんですけど、めちゃくちゃ3人じゃねえや、柳田さんも含めてだから、今年1年やってればアーティスト4人とも揃うと。まあ野村さんめちゃくちゃ大変ですけどね、はい、まあめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうには思います。でね、ちょっと自分がやってる純正の選手軽く見ていこうかなと。まずヤクルト純正やってるんですよね、自分で。古田さん、絶対取りに行きたいなっていう感じなんですけど、ヤクルト純正無課金なのでちょっと取れるかわからないですね。まあとりあえず累計終わらせてからですね、考えようかなというふうに思ってるので、まあぜひ待っておいてください。続いて阪神純正ですね。阪神純正も、金本さん取ろうかなというふうに思っております。阪神純正は課金をしているので、確実に取りに行こうかなと。まあもう絶対打ちやすいというふうには思うので、獲得しようと思っております。続いてオリックス純正ですね、佐藤さん。まあちょっと結果から言うとですね、累計では佐藤さんが当たったんですけど、ちょっと佐藤さんはね、まあ2000何百エナジーかけて取りに行くべき選手かって言われたら違うと思うんで、ちょっと今回はスルーかなというふうには思っております。続いてロッテ純正も自分やってるんですよね、というところで、まあロッテ純正では落合さん取りに行きます。はい、続いて楽天純正ですね、ジョーンズ選手はちょっとね、今回楽天純正もですね無課金でやってるんですけど、ちょっとエナジーが足りないというところでスルーかなというふうには思っております。でまあラストホークス純正は野村さん取りに行くんで、早速なんですけど、ガチャ引いていこうというふうには思います。それでは10連目からいきましょう。さあ行きましょう。はい、まあちょっとね、マジで確定外から1枚出るだけで、まあ90連まででですね終われるので、マジで出てほしい。10連目から出てもいいんですよ。さあ来い。頭でかくね。おお、全然でかくなかった。もうちょっとガチャが久々なんでですね、まあそうでもないか、秋山さんの時に引いたな引いたんですけど、まあそこでは割と、渋かったので、まあここで出てくれるといいんですけど。おお、野村さんの B ランクかよB ランクかよA は大きい3ということで、 B ランクあるんや。へえ、知らんかったな。はい、では続いて20連目いけませんね、課金していきます。では20連目いこうと思います。さあお願いします。いや月は出てますね今日。さあ来い、レッツゴーからの、あ、金か金か、まあまあまあ、はい、どうでしょう。あれ、なんかさっき顔でかかった気がするな。あー、気のせいかマジで気のせいかな。さあ来ない。いやマジでね、この間もね結構百何十連かかかったんですよね、ホークス純正は。ダルビッシュさんの OB の時もですね。だけどちょっと早く引きたい。いや A ランクはねマジでノブさんが来てほしい、石川さん。では続いて30連目ですね、行こうと思います。さあ来い。ピカーンとは来なかったですね。ちょっと一応ここ確定なんであまりペラペラ行きたくないんですけど、ちょっとどうかな。ここで引けるとめちゃくちゃでかいんですけど。さあ来い、バット当たってくれ。うわー、ちっちゃいね顔。いやーマジで当たってよ、セレクトミキサーまで行きたくないよ、小笠原さんということで。いやマジで野尾さんの A ランクもねマジで1枚もなくて、限界突破コーチもマジでないので、引いておきたいところではありますけど。さあラスト、おい、マスさん。では40連目いこうかなというふうには思います。さあ調子くん、はい、ちょっと演出がしょぼくなってきましたね。はいマジで何もないな、赤の炎だけ出ましたけど。はい、さあ来い。ちょっとねマジ A ランクで野村さんが当てるだけで全然違うんですけどね。さあ、いや S ランクも来ない。さあラスト A ランクも来ない、古田さん惜しいね、キャッチャーまあ仕方ない。はい、ではまたエナジーを追加してきたので、50連目ですね行こうと思います。調子くん、あ、まあしょぼい、しょぼすぎる演出がしょぼい。お、上がった。
上がらない。いやマジ 30% の勝負もしてくれないっていうね、ちょっともう悲しいですけど。おお来た、 30% の勝負してくれるということで、さっ来い。よーし、これで90連目で終われるというところで、まあ、ちょっとピッチャーが来すぎなんだよな。もうびっくりしたじゃないか。いやマジありがたい、まあ、これはですね、めちゃくちゃありがたい。90連で終われるのでですね、最悪、うん、さあマスラさんということで、では続いて60連目いこうと思います。さあ60連目、ここで当たってくれてもいいんですよ。レッツゴーからの、はい、虹色と。さあ、いやマジここで2枚当たってくれてもいいんですけどね。2枚引き 30%、 2枚引きでもいいよ。あ、さあどうでしょう。はい、これは普通に嬉しいんだけど。なんだ栗原さん、まあまあ嬉しい、まあ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 嬉しいな、普通に嬉しいとこ来たんだけどな。矢野さん、さあラスト来い。あー、なんかめちゃくちゃピッチャーしか来ないな、ピッチャーしか来ないな。では70連目いこうと思います。調子くん、はい、ちょっともう雑になってきてますけど、さあどうでしょう。うん、いやマジあそこで顔でかかったらマジでもう俺びっくりしてたけどね。栗原さん新しいですし、全然顔でかくてもおかしくなかったですけど。さあ、いや岡本さんラストラストじゃなかった。はい、伏見さん、はい、ではラスト2回ですね、引いていこうと思います。とちくん、もうしょうがないな最後まで。さあ、あれちょっともうマジで、まあ、ここで出てくれても全然いいんですからな。さあどうでしょう。うん、よグラシャルは普通に嬉しい、ただノブさんが来てほしいよ。野村さん、野村さん、野村さん、ビエイロではラスト行こうと思います。はい、ではラストですね、お願いします。月レッツゴーからの、はい、金文字と、はい。あれ確定だよなここ。はい、あれ確定違うっけ、あれ、うん確定だよね。もうびっくりするじゃないか。さどうでしょう。はい、ロドリゲス、ロドリゲスなんか割と強そうですけどね、アイトさんと。はい、結局、野村さんの A ランクは引けずというところでしたけど、ラスト、はい、佐藤さん来ますね。はい、ではセレクトミキサーですね。なんか綺麗に投手しか当たってないですけど、まあいいや。はい、というところで、はい、野村さんですね。うん、まあここは仕方ないけど、まあ、90連で終われたことはもうめちゃくちゃでかいので、もう本当にそこは喜んでいいんじゃないかなと。本当ここが最低限のラインなんで、うん、これ以上ちょっとね、90連目までに、確定がいかれてないってなるとですね、少し厳しいところなんですけど、まあプラス栗原さんも引けたということで、もうここはめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうには思います。ではお願いします。よーし、野村さん、ではですね、少し告知になっちゃうんですけど、この後まあどうかな、時間的にはまだわからないんですけど、また、配信の枠立てとくんですけど、野村さんを初使用するルーム戦をこの後やろうかなというふうに思っております。なので興味のある方はぜひ、見に来ていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降もですね、配信動画投稿やっていくというふうに思うので、ぜひ興味のある方はよろしくお願いします。それではイズでした。